When you're locked up triangle, you do free rolls. Okay. So just like you can roll fully. Yes. Kill it. That's done a lot. Hi. ここ三角締め、あ、確かに三角締めと下になってもらって、はい、ここ高いです。一回踏みます、足。お下にしてはね、そうです。そしたら上の人は胸張って、はい、頭上げて、はい、で、これちょっと違い、ここはまず小指作って、ここ押して、そしたら、立ちますね、左足からで、ここから立って、腰出して、そしたら、これを押すと同時に、体を下げて、パスできるとか、でも、これは組まれてしまったら、はい、結構終わりなんです。その三角っていう組み方の前に一回その逃げるね。はい。そうです。大丈夫。三角だけ出すとずっと逃げるんですが、これ近いですからね。あと頭押さえるか。三角だけだとこうで。したらこうでしょ。したらね。まあこれ当然頭下げて、はい、少し後ろにちょっと体を向くような感じ。ものすごいってわけじゃないけど、まあ、少しぐらい、はい、したら胸張って左足から立って右足から立ちます。でポイントとしてはこれを押しながらあと自分のお腹出す、はい、でその後にここ押すので、ちょっと首下げて右手ちょっとこう肩を That's my special way, but I mean, it's close enough, right? Anything worse? No, I mean, it's just trying to... Serious. Is that the legit way? Yes, that's a good thing. Because that's what I learned with karate from a while ago. Oh, yeah. So, yeah. Ooh. Watch your... ちょっと後ろに下がってもらって、一瞬だけね。少し後ろ OK、 大丈夫です。そしたらあるときに足組むね。組んでたらその後に俺は何もしないね、はい、上の人はこういうグリップを作ってたり、あとそう胸を下げて、そうすると三角が作りづらくなるんですよ、はい、作りづらくなったときにやっと立ちます、左足から。でこれはなんていうのかな、こういう風に出すんじゃなくて曲げて、そうなんですよ、なんかできればこういう風になる、はい、でここは電話、はい、お腹に入れておく、入れて力入れて、はい、こっちに、あ、こっちそうそしたらそうここもしっかりと、 あとはそういう風に首が下がってるとダメなので、いやいやそれもいいんだけど、はい、お尻少し下げるね、そうその方がいい、はい、そしたら最後にこれを押しながら、あ、引くんじゃなくて、はい、一回ちょっとね、はこれどうやって説明するのか、ねじる感じですね、こっちに顔をする、そうそれです、ねじれね、はい、ありがとう、フォローアップ、そしたら組んでて、そしたら押します、で大丈夫です、OK、背中、お腹近いで、ずっとこの立つ動作の時もお腹近いでないと背中曲がっちゃうんで、はい、近いですね、はい、そしたらそう立つけど、そうお腹出す。そう。で、もうほぼほぼ出てるんだけど、はい、これだとお尻と膝、もっと下がる、もっと。そう。これぐらいで、これを押しながらねじる。そうっす。グー。
それです、はい、今日やった技はそれ。はい、Good. You good still? Yeah. Ah! Ooh. Powerful. No, I just...